名古屋の旅もこれが最後の乗車となります。こちらは特別回数で豊橋行き。この豊橋行きというのはね、ずいぶん混雑をしておりました。特別快速と新快速列車というこの2種類の運行系統がこの東海道本線名古屋地区にはあります。他にも快速列車とか区間快速列車というものも運行されておりますけども、今回は特別快速と新快速の違いについて多少紹介ができたらいいなと思います。奥に見えているのは名鉄バスセンターのと名鉄のビル群です。あと近鉄のパッセとかそういったものもあります。それからこの辺はずいぶん広い道路、タクシーなどいろいろ止まっております。それから名鉄バスセンターにつながる高架道路もここに走っております。ここも随分なかなか特徴的な建設だなというふうに思います。先ほどはあの奥の方の高架道路からこちらを眺めて貨物列車がたくさん往来しているのを見ました。奥にはまだまだビル群がたくさん並んでおります。そしてここに走っているこのバスは濃肥バスでありますから、多分高山方面に向かっていくもの、そして新南交通のバス、この新南交通は多分飯田とかの方に向かっていくバスであるなというふうに思われます。それから奥に見えているのは名鉄名古屋本線。ここから名鉄名古屋本線が並走をします。神宮前駅のあたりまでは並走をし続けて、どちらの方が早いかという、そういった並走バトルをするのもなかなか面白いものです。今回は見ることができませんでしたけども、どちらも120キロ運転最高速度で運転をし、それで並走をしてどちらが早いか競い合っているのをよく見ることがあります。この名鉄名古屋駅から金山駅の区間、だいたい 3.6 キロあるわけですけども、この 3.6 キロの区間は名鉄と JR がちょうど真剣勝負をしているところ。ただし名鉄の方が他の区間で随分アドバンテージを取っておりますから、豊橋から名古屋のエリアまではとりあえず名鉄特急の方が多少早いわけです。名鉄の快速特急は早いですけど、名鉄の特急は高駅とかに止まりますからね、高と新安城に止まる関係多少遅くなっているはずです。それから特別快速列車とあと新快速列車が運行されております。特別快速列車にしても新快速列車にしても随分早い列車でありまして、基本的に蒲郡、岡崎、安城、刈谷、そういった駅で止まっていき、特別快速はオーブを通過、新快速はオーブを停車する、そういった感じの特徴を持っております。神宮前駅に相当する熱田駅には停車をしません。そして熱田駅を通過して、その後金山駅に停車、金山駅から音尾橋を通過し、そして名古屋に到着する、そういった感じの運行系統となっております。ですから特別快速と新快速列車の違いというのは、もうここはオーブを止まるか通過するか、その違いしかないわけです。奥には名鉄3300系電車が見えております。さらにその奥には中央本線の電車も走っております。211系人力車両区の車両です。まだまだ奥には街並みが並んでおります。この辺の景色は浜松ともそんなに変わらないかもしれません。ただ浜松と違うのはこの街並みが続く距離が長いというわけです。だいたい熱田駅、それを過ぎてもまだまだ街並みが続いていく、そんな感じの特徴があります。ですからそれぞれの町がかなり大きいというわけではなくて、名古屋は人口が随分多いわけでありますから、マンションとかそういったものがたくさん多く置いてあるというわけですね。こちらは名鉄の5000系、そして奥には6000系の電車が止まっております。金山駅で折り返す列車がたくさんあるというわけですね。この一番奥に見えているのはこれは中央本線のホーム、そして名鉄線がこの中に JR にサンドイッチにされる形で2面4線のホームを持っております。両方名鉄名古屋本線のホーム、名鉄名古屋本線とありますけど、内側線は常滑線、高和線系統であります。こちらは名鉄の快速特急列車です。奥にはイオンモールが見えております。これは快速特急の車内から見たことがあります。名鉄は神宮前駅からこの金山駅の区間だけは複合線になっておりまして、高和線系統とこの名古屋本線系統が分離をして運行されております。この区間では名古屋本線と高和線系統の並走バトルをすることを見ることができます。なおここでもまた並走バトルを見ることができますけども、熱田駅に向かって通過をしていく JR の特別快速に対し、名鉄の神宮前駅に停車しようとしているそういった列車ではこの辺では太刀打ちができなくなっています。こちらが熱田駅、もともと快速列車も停車するような大きな駅でありましたけども、現在は通過をしております。ここを停車しない代わりに今度金山駅の方に現在の都市が移っているわけです。こちらでまた電車をたくさん見ることができます。神宮前駅に停車する都合でこちらの方が随分早くなっております。随分アドバンテージを取っております。ここでアドバンテージを取っておかないと、後々岡崎蒲郡の方を通っている間にこの名鉄の特急とかに追い越されてしまうからです。ここで名鉄も常滑線と高和線が分岐をしていきます。 JR の明日田駅の隣の駅は次は笠寺、笠寺の次は大高、大高の次は南大高、ここまでは名古屋市内となっており、住宅地が広がっております。そこから先も大府市内に入って、今日はそして大府、そんな感じ、まだまだ住宅地はどんどん続いていくわけです。これが名古屋の都市圏の外縁といった感じでしょうか。さすがに大府を過ぎて境川のあたりを越えますと、今度は三河の国に入っていきますから、その辺からまた都市圏が多少変わってくるわけです。あと名古屋の郊外には随分工場がたくさんあるのも特徴と言えましょうか。これは京浜工業地帯、中京工業地帯、あとは阪神工業地帯と、まあそれはどの都市圏においてもそういうことは言うことができそうですけどもね。
奥に見えている鉄道は何でしょうかね。これは何だったかな、これがちょっと自信がないんですけども、もう大府駅だったかな。ここは先ほど確か大府駅の通過を見ようと思ったんですけども、撮影し忘れたのが今回の動画でありました。こちらが境川、境川を渡りますと三河の国に入るわけです。どちらが境川だったかな、こっちだったかな、ちょっとそこは自信がないんですけどもね。この境川を越えますと、ここからは三河の国、まあ、尾張の国と三河の国についてそんなに大きな違いはありません。現在となっては両方愛知県の一緒くたにされております。現在新幹線をクロスしました。この新幹線のクロスの後、三河安城駅に止まります。止まりません、失礼しました。三河安城駅は普通列車しか停車をしない駅です。ここは特別快速、快速列車、区間で快速列車と全ての列車が通過をし、普通列車のみが停車する、そういった随分かわいそうな駅です。新幹線の児玉港も止まる駅なんですけどもね。安城に停車した後、その後はまたこんな感じで、こちら、矢作川ですね。この矢作川を越えますと、今度は岡崎市に入っていきます。先ほど買ったも岡崎市ではありますけども、岡崎の町はこちらの方にあります。そろそろ岡崎に到着、西岡崎を通過するとすぐに岡崎駅に到着します。奥の方が市街地であります。この岡崎は少し外れにあります。東岡崎駅が中心ということで、駅名と市街地がちょっと一致していないといった、そういった感じの現象があります。これは私鉄と、まあ、国鉄の主従関係にあったとも言うことができそうです。この辺はどちらかというと住宅地といった感じでしょうか。奥から今やってきた線路はこちら、愛知環状鉄道線、もともとは国鉄の岡田線と呼ばれておりました。国鉄からさらに JR 東海にも継承され、その後165系電車などが撤退をし、今度は愛知環状鉄道となったわけです。愛知環状鉄道はその関係で昔から電化をされておりました。現在では岡崎から構造上結んでいる、そういった施設であります。第三セクターの中では随分珍しく黒字経営ができているようです。まあこれは運賃が高いからにもありますけどもね。とはいえ黒字経営ができているということは結構素晴らしいことだと思われます。思われるというか、かなり素晴らしいことですね。それからこちら側の線路は並走しておりますが、結局合流することはなく岡崎駅0番線ホームに到着します。先ほど合流してこなかった方のもう一個くぐったまたいだ方の線路については、そちらの方が今度線路がつながっておりまして、 JR 東海とも接続をしております。たまに臨時列車で乗り入れることがあるわけです。愛知ディスティネーションとかそういった時にはね、直通臨時列車も運行されたものです。現在拡大して移そうとしているのは、岡崎の名物、普通の市民公園なのに観覧車がついている、そういった岡崎市の南公園を紹介しようということです。ただ南公園がなかなかうまく映りません。この今一瞬映ったこの観覧車、これが南公園の観覧車、随分小さいものではありますけどもね、小さい公園にも普通に公園にね、なんと観覧車がついている、こんな面白いような建物はなかなかありません。こういった事例はほとんどなくて、浜松市のフルーツパークとか、そこも確かに観覧車が小さいながらもついておりますけどもね。ただ多少は面白いような、そういった感じで、愛知県はどちらかというとお金があるような県でありますし、それぞれの自治体もそれぞれお金を持っておりますからね。そういった感じで なぜか観覧車を作っているようです。本当に箱物ですからね、あんなの作らなくてもいいような気がしちゃいますけどね。ただ面白いことには変わりはありません。いきなり住宅地が広がってきました。この辺は多分市が中心となって、なんか、ま、多分ここは町ですけど、ここは愛知県の幸田町でありますけども、ここに愛見駅という駅があります。この愛見駅も新快速および特別快速は通過をしていきます。こちらは普通列車しか止まりません。とはいえ普通列車しか止まらなくても1時間に2本は運行されております。1時間に2本運行しているだけでも十分便利でありますからね。こんな感じで撮っているわけです。こちらは三ヶ根駅かな。三ヶ根を過ぎますと随分山がたくさん見えてきます。三ヶ根駅も普通列車しか止まりませんけどもね。まあそこまで問題はないでしょう。意外と住宅地が広がっております。8月らしいといえば8月らしいような景色であります。この田んぼの青々とした感じの景色、ここから今度は稲穂が実って豊穣の季節となっていくわけです。奥の方には山がさっきよりね随分迫ってきましたけども、また蒲郡市の方になるとまた順番に離れていきます。三河塩津駅を通過すると今度は高架線に入っていきます。ここは蒲郡駅の中心部、まあ蒲郡市の中心部でもあります。先ほど行きの頃は海側の車窓を映しておりましたから、名鉄蒲郡線を見ることができましたけども、今回は山側の車窓を映しておりますから蒲郡線を見ることはありません。イオンがありますね。こんな感じのイオンとか郊外にたくさんあるような感じがします。この辺はまだまだ市街地とは言えないのかな。この辺はまだ郊外ということができそうです。あとは普通にお寺があったり、まあ愛知県は確かにお寺がたくさんあるようですけどもね。ただそんなに愛知県にお寺が本当に多いかと言われても、そういう印象は受けません。それからまあ普通の住宅地が広がっているとしか言いようはありませんけども、たまにこんな感じの大きな建物も見ることができます。アパートとかもあります。たまに工場とかもあります。
そういう感じの、まあ一般的なごく普通の街といえば普通の街ではあります。ただ人口は割と多そうであります。だいたい45分くらいで名古屋から到着できますからね。まあ通勤圏内としては少し遠いかもしれないけども、まあ通勤できないこともないといった感じでしょうか。豊橋からでも通勤できるくらいですかね。蒲郡を出発しますと東海道新幹線と並走します。この東海道新幹線は高架間の部分と、まあ、地上の部分がいくつか分かれております。この辺でまた立体交差をするわけですけどもね、新幹線電車がこういうところで通過してくれると随分頼もしいものです。18切符の利用者からすると嫌な光景に見ることができるかもしれませんけどね、それがそれで随分ね、動画としてはネタになるわけですね。動画的にネタになるというのは、まあやはりね、そういった感じのものであります。現在通過しているのは三河大塚駅。ここは海側の車窓が随分綺麗なところですが、まあこうやって今山側を映しておりますと、普通のターン住宅地が広がっているといった感じでしょうか。この辺随分1時間に2本しか運行されていない割には随分人がたくさん住んでいるように感じられます。ただ多分利用者はね、まあ車を利用する人が多いわけですからね、あんまり沿線に住んでいるからといって必ずしも鉄道を使うとは限らないわけですね。奥に見えているのはこちら名古屋鉄道の豊川放水路鉄橋。手前の方はこちら JR の豊川放水路鉄橋。もともと国鉄時代に豊川放水路が掘られた際にここに線路が分離してできたわけです。もともと飯田線は豊川鉄道という私鉄の路線でありましたから、こんなに近くに敷設されていたわけではありませんけども、もともとは独立した橋梁であったはずですが、国鉄になってからはね、こんな感じで現在共有しております。また名古屋鉄道の方の橋梁についてもこちらの飯田線が走ることはあります。飯田線313系電車およびまあ名鉄の5000系電車、こちら飯田線と名鉄線をそれぞれ共有し合うことで本数を増やしている、そういった感じの昔からやっている策であります。あと架線もちゃんと架線中も共有しておりますからね、こういう場合資材とかどうするんですかね。あとはただここの今奥の方に見えている白いトラス橋みたいな感じの構造のあの柱は、あれは JR ではあんま見ることがありません。あれは私鉄でよくあるような橋梁ですね。ここについては豊川橋梁で、昔から多分橋梁が変わっていないからか飯田線の橋梁とは分離してできております。奥に見えているのはこちら豊橋オフレールステーション船町駅の付近にあります。現在は線路がつながっておらず、この線路はつながっておりませんからね、ここはターンのトラックの集積場となっているわけですね。飯田線船町駅を過ぎますとついに豊橋駅が近くなってきました。豊橋駅が近くなっても意外と住宅地はまだまだ広がってきません。意外と豊橋駅から北の方吉田城の方向に向かって街が広がっておりますからね。そもそも豊橋というのは吉田城という城下町でありました。さてさて、今回の旅もこの辺で随分終わりに近づいてきました。まだまだここから豊橋から浜松まで普通列車に乗っていく必要はありますけどもね。とはいえこの辺豊橋まで来るともうお庭みたいなものでもあります。豊橋駅は随分慣れておりまして、私としてもねもう慣れてしまいましたから、この街のこの豊橋駅というのはもうターン乗り継ぎの用としても使います。もうそれからあと番線もほとんど知らなくても、まあなんとなくではありますけどもね、乗ることができるような感じでもあります。奥には豊橋電車区、現在豊橋運輸区と呼ばれておりますけど、そちらの車庫にはいろいろな電車が止まっております。この時間帯で言うとワイドビュー稲地号も見えるんじゃないかな。案の定ワイドビュー稲地号も見えるはずです。こちらは名鉄の快特かな。先ほど見えた電車とは違いますが、こちらの稲地号は先ほど到着をし折り返し、現在豊橋運輸区に着くところ。これから回送で今度東海道本線を走ることでしょう。今回乗っていきますのは313系2000番台および211系5000番台です。今回211系側に乗っていきました。まあこんなに満員ではなかったので随分楽な旅となりました。さて今回の名古屋編もここの動画で終わりになります。いかがだったでしょうか。ではここから先今度は熱海編となります。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルマイトリップでは毎日投稿の名列車ほぼ日編、週1回の昭和編や旅行記など多くの動画を投稿しております。よかったらチャンネル登録高評価をお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。